皆さんこんにちは、根本です。今回のビデオでは、私がトレーナーの取得をお勧めしている NSCA の CSCS スポーツの世界で活躍する選手をサポートするのに必要な CSCS という資格についてお話したいと思います。まず CSCS というのは NSCA の中で特にスポーツの怪我、故障を予防して選手のパフォーマンスを向上することを目的に筋力強化やコンディショニングプログラム、ストレッチなどを計画を立てて、評価をしたりですね、体力測定の評価をしたりするような基本的な知識、技能を学ぶ資格になっています。アメリカの方では多くの資格取得者がすでに活躍しており、メジャーリーガーなどのトレーナーもこの CSCS を多く取得していると言われています。その中でですね、どういった位置づけかというと、まず日本のスポーツの支える医療の中では医師ですね。医療の診断をする医師がいます。そして PT、理学療法士は、運動療法、また温熱療法とか電気療法などですね、物理療法が中心です。そして、アスレチックトレーナー、AT と言われている障害予防、テーピングしたり、コンディショニングを整えるなど、アスレチックリハビリテーションの方を専門とする AT というものも資格であります。では今回の CSCS というのは主にですね、選手のスピード能力を向上させたり、瞬発力や筋持久力、バランス能力、反応のリアクション能力、さまざまな体力要素をそれぞれ分析して、その能力に応じたトレーニングを処方する、先ほどお話した医師でも、理学療法士等もまた、AT、アスレチックトレーナーとも違う資格だというのが分かると思います。もし皆さんの中で NSC、CSCS、アスリートのトレーニングの、トレーニング自体の指導の方を優先して学びたい方は、この CSCS を学び、テキストの方でですね、独学もできますので、試験に挑戦していただければと思います。試験自体は大卒以上ではなければ取得できないという資格なので、最初の時点でその資格のですね、試験を受けられるかどうかというのが NSCA のガイドラインなどをチェックが必要だと思いますが、ぜひ取得が可能な方は NSCA の方のホームページを見て受験対策を取っていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。